ちゃっこんにちは。まあ前の動画では、うん、引退選手投手編をね、はい、お届けしたけども、はい、今日は9月に引退を発表した9月だからね、はい、に発表したこれからまた引退発表する人もいると思うけど、うん、それはまあ追ってね動画にしていきたいと思うけど、はい、9月に引退を発表した選手、はい、野手編ということですね。はい、ここはもう4名だね。はい、はい、ではまずはゆうへいヤクルト、はい、ゆうへい選手、はい、あのピッチャーでね入団して150キロ投げてたんだよ、バンバン。はい、でもちょっとコントロールが悪くてさ、はい、ピッチャーではっていうこと でバッティングも素晴らしくてさ、うん、バッターに転向して、まあ、残した数字が、試合数968試合、はい、打率が2割9分1厘、うん、立派だよね2割9分1厘、はい、これ通算成績ですね。そうそう、でホームラン66、うん、打点が386ということ、はい、で今さ大谷がね二刀流やってるでしょ、はい、できたよね。あ、まあその当時はそういう考えが全くなかったですからね。ないないない、うん、で雄平の投げてる姿も見たことあるしさ、でもちょっと小柄なんだよね。うん、小柄で、まあ、ずむりむっくりというかさまあ野手のタイプなんだけど、はい、取材に行くじゃない、うん、で野手になった時とかさ、はい、トコトコっと寄ってきて「旦那さん僕のバッティングどうですか?」とかさ話し続けなんだよね。人懐っこいし、でライトやっててさ、はい、主にね、うん、でライトからもレーザービームだよ、うん、まあ、だって150キロ投げるんだから。はい、あの方見るとやっぱピッチャー続けとけばいいのにっていう風な、そのぐらいすごい肩を持ってたんだよね、うん、まあ一生懸命やることでさすごく好感も持てるし、うん、なんでそんなボール振っちゃうのっていう突拍子もないこともやったりとかもする選手なんだけど、はい、とにかくフルスイングができる子だったね打席の中で、うんうん、一番力を抜くっていうことがスポーツの中では難しいことで、うん、一番力を抜けなかった選手の一人かなっていう。なるほど、うん、もうそのぐらいね、うん、真面目というか、うん、全力でやりたいタイプなんだよね、はい、ヤクルトが優勝した時に、はい、サヨナラヒットで決めたんだけど、はい、それは雄平が一塁線を破って真中の胴上げにつながったかなって、真中監督の、うんうん、だから爪痕はもう十分残してるし、はい、好きな選手の一人だったからね、うん、なんか寂しく思うね、はい、引退か雄平、はい、なんか今ヤクルトがさいい位置にいるだけにさ、うん、輪の中に入りたいだろうなってよね。そうですね、うん、まあでも雄平も優勝の立役者の一人として前回の優勝の時にね、うん、はい、まあいるから後輩はあったかい目でこの子だったら見守ってんのかなっていうような、うん、そんな感じもするよね雄平はね。はい、はい、雄平はなんかこう数多くあった選手だから、はい、なんか思い入れがすごく強いよね。うん、はい、で俊介、はい、ね、広島県出身、はい、広島広陵、はい、まあ隣の県だよ、山口県の、山口県の、はい、34歳、若いまだ ね、 そうですね、うん、で阪神タイガース、はい、試合849、はい、打率2割4分9厘、あと1輪で2割5分だったのにね。そうですね、でホームランが9、はい、で打点が86ということで、はい、で俊介は、はい、すぐ挨拶に来てくれた、はい、まあ挨拶に来てくれたから可愛いとかじゃなくて、はい、やっぱすごくコミュニケーションを取りやすかった選手の一人でさ、はい、片岡コーチにね、はい、よく指導されてた、はい、やっぱ人としてね、まあ例えば挨拶の大事さだとか、はい、その身なりの大事さだとか、はい、そういうことをこうすごく教えられた選手で、うん、一回なんか髪が長い時期があってさ、はい、金髪とか、はい、まあ片岡コーチがね阪神に入っていきなり挨拶しに来た時に坊主ぐらいになってたからね坊主頭にもう急にこう身なりをしだから社会人としてどうあるべきかとか、はい、そういうのをこう教えられたというかね。うん、だからすごく挨拶はしっかりできるしさ、すごくいい子なんだよね。うん、この前ファームのゲームをねソフトバンク戦見てたら、はい、その時感じた、あもう引退するんだろうなって。うん、それなぜかというと、はい、小さい体でホームランバッター一軍にいっぱいいるのに、はい、バット長くの持ってブリブリ振りましたんだ、はい、
こんなことやってたら俊介ダメだぞと思ったの、はい、まあ、持ち味はさどこでもできる、はい、で出塁もしつこくしていく、うん、選手の一人じゃなきゃいけなかったのにもうなんかこう気持ちが切れてたのかなっていう風な、うん、もう最後は自分の野球をやりたいと思ってファームで一生懸命やってたのかなっていうのをすごく感じたけどね、テレビを見て、はい、見てるとね、はい、直属の後輩ではないけどなんか気になる、同じ中国地区のなんか後輩みたいな。ちなみに出身は福岡県のようです。あ、福岡か。で高校は広陵なので。あー、そうかそうか、はい、そうだね。あ、そう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 、上本と間違えてた。でもあれですね、まあ中国地区から活躍して台頭を表してそうだね、ですね。まあでもしぶといい選手だったよね。はい、はい、で藤井敦史40歳、はい、中日、はい、まあ、スイッチヒッターでね、うん、頑張りましたけど、はい、試合1093、はい、打率2割6分2厘ホームラン45本、打点が273、はい、もうどこでもできた選手だよね。うん、バイプレーヤーというか、で右も打てるし左も打てるしっていうね、はい、あ、もうレギュラー取れるかなと思った時に、うん、なんか怪我したりだとか、はい、レギュラー取れるかなと思った時に調子を崩したりだとか、うん、いろいろなんかこう波があった選手だけども、うん、ベンチには絶対必要な選手ではあったことは確かだよね、うん、まあ、足も速いし守備もうまい、はい、でバッティングも状態のいい時にもこうしつこさもあるし、まあ、時折ホームランも打てるしっていうような、うん、すごくこう頭脳派の、はい、筑波大学かな、はい、頭脳派の、バッターだったね、うん、選手だった、はい、うん、まあ、40歳まだまだなんか体が若そうだから、うん、彼ってあんまり体型が変わったりとかしなかったのね、うん、でベテランになってくるとさ太ったりとかして脚力とか落ちたりとかする選手もいる中で、うん、藤井は全くこう体型も変わらずね、うん、ですごく好青年だしさ、はい、うん、一回自分が店やってる時に飲みに来てくれて、うん、うん、挨拶交わして話もしたんだけどさ、はい、すごく好青年でさ、うん、こういう人がコーチやるといいのかなっていうふうには思うよね。うん、うん、最後、はい、西浦颯太、早田、あ、早田、はい、ね、22歳オリックス、はい、試合128試合、はい、打率1割9分2厘ホームラン3本、はい、打点22ということで、はい、うーん、まあ宗がねヒーローインタビューの時に、はい、西浦が今日引退を表明したんでって、うん、その西浦のためにも頑張りましたというね、はい、なんかこうみんなに可愛がられて、うん、うーん、本当に嘱望されてたんだけど、はい、難病指定ということでね、はい、国のね、そういう病気を抱えて、うん、引退してせざるを得なかったという、はい、なんかこの話は辛いね。そうですね、まだ22歳という若さで、まあ、プロ生活は4年ということだったんですが、うん、西浦選手のインスタグラムなんかにも思いを綴っているのを拝見したんですが、うん、まあ、3歳の頃から、ね、まあ、野球にあふれ合ってきて、お父さんが厳しかったらしいね。そうですね、うん、でお母さんはいつも美味しいご飯を作って支えてくれてっていうようなことで、もう感謝の言葉がほぼ埋め尽くされていて、ね、でも馬淵監督、明徳技術だね、ね、義塾、はい、引退の報告をした時には、まあ、彼はね本当に有望な選手で、うん、もう入ってきた時から1年から使われて、うん、で期待はしたんだけど、うん、まあ、そういう病気には勝てなかったと。でもその苦労がね無駄にならないように、うん、次の社会でも頑張ってくれということだったんだけどね、はい、もう本当にこう明徳に入った時も馬淵監督の印象としてはこうすごく飛び抜けた存在だったみたいですね、こう身体能力とか、ね、うん、そういった面でも、だって2年目にはオリックスで開幕のスタメン張ったぐらいでしょ、うん、うん、だからまあ、守備が特にうまい印象が俺の中ではあるんだよね、うん、何をやらしてもできたという、うん、で足も速いし肩も強いし、はい、まあ、バッティングはこれからだったと思うんだけど、はい、でもパンチ力もちゃんとあるしね、うん、うん、でも3本のホームランの中で22打点ということはさ勝負強さも備えてたということだと思うしね、はい、うん、
でも、最後のつづりで大丈夫そうですね、一番最後にプロ野球選手じゃなくなっても僕の将来の夢はずっとプロ野球選手です。まあその思いの裏には、こう自分がこういう状況になった時にどんだけ不利な状況でも挑戦し続けることがとても大事、失敗してもいい、挑戦することに意味があると思いますと。そうだね、うん、まあ失敗は次の糧になるしね、はい、だからそういう意味ではすごくいい経験したと思うし、もう本当に高校の時から多分エリートで来てたと思うんだよね、はい、でもなんか不運だなと思うけど、でもいい勉強もしてるなって、そういう感じ方が素敵だよね。そうですね、挑戦し続ける、まあこのね病気もこうプロ野球選手としてはまあかなり絶望的な診断を最初にされたようで、そうだね、まあ、8割治らないと、それでも野球がやりたくて手術を決断した。で復帰に向けて一生懸命頑張っていたんですが、ちょっと病状が悪化ということで今回なんか T 打撃をねダメだって言われたのに、ね、ちょっとやってみたら、自分で限界を感じたみたいね。そうですね、でも治らないのかな、そういうのってね、治ってまたプロ野球に戻ってきてくれることが ね一番いいと思うんだけど、でも引退試合をねちょっと映像で見たけど、はい、歩いてセンターに行くすかったまあ一球しか守れなかったんだけどさ、はい、でもファンもね、ファンの方も球場にね、ファームの球場だけど足を運んでいただいて、ね、温かい声援を送ってもらった、それを忘れないで、はい、ね、病気に本当に立ち向かってほしいと思います、ね、まあ、これからの人生長いですから、頑張れ、はい、ね、西浦隼人選手 ね、はい、ね、すごくまあ忘れられない選手の一人になりました、はい、ね、まあみんなもそうだけど、ね、次の第二の人生をね、はい、挑戦し続けて頑張ってほしいと思います、はい、ね、